20秒前。9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい。はい。改めて39分からいきます。10秒前。8、7、6、5、4、3、2。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。7月13日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。沖縄大好きの大好きを叫ぼうが始まりました。沖縄県宜野湾市喜友名にございます 79.7MHz FM 宜野湾の、メインスタジオから今回も、リモート収録で放送をお送りします。 MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。よろしくお願いします。そしてミキサーはこの方です。あかりです。お願いします。はい、よろしくお願いします。この番組では皆様からの大好きなものに関するメッセージを募集しています。これから大好きになるもの、大好きになりたいものでも応援メッセージも OK です。メールアドレスは 797@fmgino1.com まで、件名に沖縄大好きと書いてお送りください。そして FM ギノワンではラジオだけではなく、ツイキャス、YouTube、リッスンラジオ、マイチューナーラジオからでも聞くことができます。ぜひ、皆様の環境に合わせて番組をお楽しみください。そして、番組専用の X とハッシュタグがございます。アットマーク、大好きラブ797、フォローをお待ちしています。ハッシュタグ、大好き叫べとつけてコメントを参加よろしくお願いします。さあ、ということで、今週はですね、2週目、収録2週目ということでリモートでお送りしております。ですので、今この収録の時点でもまだ浴衣ウィークが継続しているところなんですが、今回もジンベエをですねつけて私収録に参加しております。どうでしょうか、ツイキャスをご覧の皆さん、かっこいいでしょうか。ビシッとつけさせていただいておりますというところで、CM の後ですね、皆様からいただいているコメント、メッセージを紹介していきます。それでは一旦 CM です。はい、改めまして沖縄大好きです。それでは皆様からいただいているツイキャスのコメントからまずご紹介したいと思います。
今週のトップバッターは高保さんから来ております。ありがとうございます。こんばんは、NASA の方ですか？いや、そんなことはなさそうですね。ということで、高保さん、座布団1枚あげます。宇宙の NASA ですね、NASA。ありがとうございます。カープボーイさん、沖縄大好きさん、あ、間違えた。沖縄大好きさん、あかりちゃん、皆さん、こんばんは、ワン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 。だから、ワンが長い。毎日飽きもせずに暑いですね。夜この番組消えているときはシマウタハイボール飲んでいるかなということで、いいですね、シマウタハイボール美味しいですよね。炭酸割りにして飲むともまた美味しいですよ。高保さんは、沖縄に帰ってみたら暑いね、宇宙の更新みたい。この背景見てこの宇宙の空間をちょっと表現しております。いいですよね。で、ちょっと暑いですもんね、今ね、沖縄また。暑くなってきてますね。皆さん、水分補給も、欠かさずね、お願いいたします。それから、カープボーイさん、そうそう、今更だけど、魚人空手ワンピースのジンベイが使う技で、沖縄大好きさん分かると思ったけど、通じなかったから爆笑。あ、先週のコメントですね。あ、じゃあね、ワンピースのジンベイをかけたわけですね。失礼いたしました。魚人空手と言ったら、ワンピースはジンベイの他にも、アーロン一味とかも浮かびますよね。それから、高保さんを早速来てますね。大好きといえば、ベニーモソフトクリーム一択ですよ。あ、いいですね、ベニーモソフトクリーム。それ以外のブルーシールソフトクリームは食べてないよ、ということで、ビシッと、ありがとうございます。ジンベイ来て、ビシッとかっこよくつけさせてもらってます。ベニーモソフトクリーム、いいですね。もう、まさに一押しですよね。高保さん。それから、カープボーイさん。花々天国のともかちゃんが、ヤンバカンのコーナーで、エロいって言われている。笑い、ちょっと待ってください。そう言われてるんですか？これはちょっと初耳ですが。高保さん、イエーイ。ワンのせいにするなって言ってるよ。高保さん、ポカリセット買ってきて飲んだけど、飲みすぎやって頭をポカリと叩かれたよ。高保さん、座布団もう一枚あげます。ポカリ、ポカリとポカリとかけて、おります。ありがとうございます。さて、あ、サンキューということでありがとうございます。さて、高保さんからもアイスの、ま、ソフトクリームの話題出てますが、そうですね、ソフトクリーム、今結構、スーパーとかコンビニにも行きますといろんなソフトクリームがありますが、あかりんさん、最近ソフトクリーム食べられました？私はソフトクリーム、はい、ちょっとあんまり好んで食べないですね。そうなんですね。なんかそれよりアンパンマンアイスとか、棒付きアイスが好きですね。いいですね。しかもアンパンマンアイスって言ったらもう、沖縄だけなんですよね、あれね、確か聞いたら。ね、最初衝撃でしたよね。全国統一だと思ってたんですけど、うん、まさかの沖縄限定っていう。この間ちょっと久しぶりに食べたんですけど、はい、もう甘くて美味しかったですね、やっぱりね。子供の頃からも食べてますが、美味しかったです。ミルクチョコのコーティングがすごい美味しいですよね。うん、ああ、わかります、それすごく。はい、あれチョコでいいんですかね？なんかよくわかってないけど。あれ自分チョコだって認識してたんですよ。でね、私も、ミルクチョコの中にチョコのアイスが入ってるんですよね、うん、多分。多分そうですね。きっと、そう。はい。それか高保さんから追加でコメント来てますね。大好きさん、一人で買いに行ったと思うでしょ？実はソフト買いに行ったよ。あ、そうなんですね。あ、じゃあ今、お二人で、じゃあお二人で出かけられてたんですね。それから、高保さん、外側がチョコでコーティングされてるの？ソフトクリームだけに。高保さん、座布団もう一枚追加します。今のどういう意味ですか？わかんないですけど、とりあえずも高保さんにまず一枚あげて、一旦あげます。マジ、高保さん意味わからなかったんですけど。没収するときちゃんと没収しますって僕言うんで、ちゃんと。今のは審査入ってますからね、高保さん。あ、出てます。ソフト買いに行ったらソフトクリームだけに。あ、なるほど。そういうこと。あ、じゃあ下のコメントか。じゃあ、お詫びも込めて追加で 79.7 枚座布団あげます。79.7 枚って言ったらもう FM ギノアの周波数でございますが、それか、カープボーイさん、ちょっと紹介しましょうね。ブルーシールはチョコミントしか食べないな。
あと、誰だ、あと、誰だったっけ？名前、クッキーみたいな挟まってるやつ。あれ、もしアンパンマンアイス、僕たちの時代は、ヤンバルクイーナとか、エリマキトカゲっていうのがあって、30、あ、今もありますよね、ヤンバルクイーナは。ありますね。美味しいですよね。で、はい。で、多分、カープボーイさんが言っている、クッキーみたいなやつ、多分、ポーラベアのことかな、多分、ブルーシールの。あ、ぽい。多分、HY さんとか CM で出てるやつの、かもしれないですね。あれも美味しいですよね、またね。高尾さん、やったー。ウエハースということかな。多分そうですね。ウエハースっていうか、食感がすごくちょっとふわふわしてる生地でできてるアイスがあるんですけど、それがまた美味しくてですね。いろんな味もあったんですが、ぜひ、ブルーシールアイスのですね、このポーラベアも美味しいので、皆さんおすすめいたします。はい。で、それから、じゃあ、メールもまだ来てないですよね、おそらく。はい、そうですね。わかりました。じゃあ、そうですね。さっきのアンパンマンアイスもちょっと調べてみたんですが、さっき、まあ、ミルク味の話も出たんですが、この、うん、こちら、沖縄明治乳業さんのちょっと公式ホームページでは、はい、優しいミルク味のアイスと、うん、あ、これチョコで当たってたみたいです。チョコソースの美味しい組み合わせ。そして、みんなに嬉しい当たり付きですと書いてますね。ねえ。でもすっかりもう当たり棒見なくなりませんでし、なりました。見なくなりましたね。ね、全然当たらないんだけどなと思って。なんか気づいたらなんかないですよね。当たり棒自体がなんか見なくなりましたよね。ね、本当？なんでだろう。って思ったんだけど。ちょっと楽しみがちょっと減っちゃった分がちょっと寂しいですね。やっぱり ね。あと、高保さんからはラクトアイスの紅芋はダメね。ラクトアイス。のベニーも、はい、アンパンマンアイスとかもラクトアイスに入りますよね。ああ、なるほど。うんうん。あ、なるほど。それから、高保さん、ヤンバルクイーナの棒のアイスは食べたことあるよ。うん。それから、カープボーイさん、今の時代、当たり付きのアイスバーってあれ交換しにくいような気がするんじゃない？コンビニとかだったらということで。いや、ね、前はでもコンビニで、もう交換ってやってましたもんね、前はね。でも多分今見なく、うん。あれですよね、なんかすごい食べてた、うん、アイスの棒を、はい、このレジに持っていくっていうこと自体、すごいご法度っぽい雰囲気になってるから、あ、はい、ご法度っていうか、まあ、大人になったらちょっと汚いってわかるじゃないですか。子供の時はなんかもう、素直に洗って持ってってましたけど、3A とか。うん、そういうのやりにくくなりましたよね、コロナとかも経て。ああ、じゃあそのせいもあるのかな。ね、ああ、あれがその楽しみでもあったんですけどね、当たった時のあの瞬間がたまらなかったんですけど ね。で、それから高保さん、これあかりんさんに対してですね、あかりさんに食べ過ぎをさせないために当たりをなくしたのよって来てます。そうなんですか、高保さん。限定的すぎません。あかりんさん限定ってことあります？まず高保さん。じゃあ、今までの座布団全部没収します、高保さん。あかりんさん限定にしちゃったんで、もう。で、それから、カップの紅芋アイスね。うんうん、あと、うんうん、あー、なるほど。あ、今ちょっと、サイトでもちょっと調べてみた、このラクトアイスありますね、ブルーシールの。うんうん、紅芋のアイスありますね。あ、でも確かに見たことあります、このアイスも。あれ、ダメ。そんなになんだ。でも結構、売れてますよね、お店とか、うん、バニラとかね、ありますよね、うん、バニラとかチョコとか食べてましたけど、紅芋は多分あんまないかな、自分考えてみたら。で、それから、うん、高保さんは、あ、なるほど、そういうことなんですね。高保さんはソフトクリーム派だそうです。うん、あ、そういうことなんですね。そうなんですね。さっきの紅芋アイスの下りがそういうことなんですね。うん、ラクトアイスよりソフトクリームが好きっていうことなんですね。うん、カープボーイさんもまた追加できましたね。カップに入ったのだったら、シークワーサーの氷の当たり付きのやつも美味しかったな、50円。そんなのあるんですね。あったんですね。シークワーサーの氷のやつ、どんなのだろう。へぇ、ちょっと初めて聞くかもしれないですね。カップで当たり付きって珍しいですね。ないですよね、多分ね。今、カップの当たり付きって。夢があるわ。いっぱい食べれるんだろうな。作って食べて、う
開けてみたら当たり手だったらいいですよね、それはそれで。高保さんも、あ、記憶にないな、シーカーサーのやつということで。じゃあ多分、カープボイスさんの言ってるやつがどれかがちょっとまだわからないので、ちょっと後で調べてみましょうね。ちょっと今検索もしてみたんですけど、出てこなくて。後ほどちょっとチェックしてみたいと思います。なんかアイスの話したらアイス食べたくなりません？なんか。そうですね。なんかでも今 FM ギノワンの冷蔵庫には、アイスラジオの皆さんが買ってきたアイスでちょっと冷凍庫がいっぱいになるっていうなんか嬉しいハプニングがありまして、どんだけ買ってきてるんですか、アキラさんたち。なんかもうよくわからないあの箱のアイスを私はいつも食べてます、最近。いいっすね、うん、もうアイスラジオだからできることなんですね、あれ言ったら。アイスを食べながら放送って贅沢な時間が、もうおこぼれをもらってますね、もう。あ、高保さんから追加でコメント来てを紹介しますね。あ、多分、さっきのシーカーさんのやつは県内にいた頃の記憶ではないかなということで、あ、じゃあ多分もう記憶にないってことは多分把握しないっていうかもう知らなかったんですかね、多分おそらく。多分、子供時代違いそうですもんね、うん、カープボーイさんと高保さん。あ、違いますね、多分ね。年代ちょび違うかも。うん。それもあるのかな、じゃあ。うん、それから、高保さん追加で、明治エクセルスーパーカップバニラ買ってきたのよ。あかりさん全部制覇だってきてますね。さっきまでなんか当たり棒は当たんないですよ、あかりにはとか言ってたのに。ほんとよ。さっきのくだり何だったんですか、うん、高保さん。腹くわ、こだ、あ、下しますよ、あかり、このままだと。あ、タミーさんも来てますね。ハイサイシーカーサーの当たり付きのカップのあったよ。カップの底の真ん中に丸いものがあって、それに当たりって、あと、そんなのラーメン屋でしか見たことない。そこに文字が書いてるって。見たことないですね。うん、すごい、食べてみたかった、知らなかったですね、それはちょっと。高保さん、あれはメーカーの仕業よ、真ん中に。そうなんですよ、なんか真ん中にあれみたいですね、タミーさんが今おっしゃったように。ちょっとびっくりですね、これは。いいなぁ、いいなぁ。いいっすね、もうアイスの話したら本当にアイス食べたくなってきたので、もう後で買ってこようかな。暑いし、いいですね。暑いっすね、もう。はい、タミーさん、さっきのこれあのアイスの話ですね、1円玉ぐらいの大きさだそうです。ちっちゃくないっすか、よく見えましたね、子供だから。子供だから見えたんですかね、もしかしたら。うん、すごい。あなたも高保さんもダメだ、記憶にないなっていうことで、じゃあもう、多分、世代のあれも関係してるんですかね、多分ね、やっぱり。うん、大人の目では見えないのかな。あー、それはどうすかね。心の目的なやつですか。心の目で見る。あの、心の目で感じたら見れるんじゃないですかね、多分高保さん、もしかしたら。カープボーイさんも外側に下にはめてある何かプラスチックのやつがあるんだよ。1円玉くらいの大きさのやつが当たり外れって書いてるやつ。面白。面白い、うん。いいっすね。なんかこういう時代もあったんすね。アイスにもいろんなのが。そうですね。そしてぼちぼち残り10分ほどとなってますね。お、わかりました。じゃあちょっとタミーさんのコメントも紹介してからコーナー行きましょうか。はい。くぼみがあって、ハマってるだよ。くぼみがあってハマってるんですね、これね。高保さん、沖縄大好きさん、アカペラでどうぞ。何を急にアカペラで何を、アカペラで何を 歌えばよろしいのでしょうか、私は。この残り10分で。高保さん、遠慮しときます。あ、曲名で。うん、しかも曲名、アイスの気持ち。やばすぎるでしょ。もうだってアイスの曲って言ったら自分、沖縄アイドルでやったラグーンブルーさんの、ホッピーにブルーシーって曲がめっちゃ好きなんですよね、あれ考えたら。タイトル。ラグーンブルー知ってます、あかりんさん。知らないです。知らないです。今、具志堅ストアに出ている、田中里穂ちゃんっていう、モデルの子がいまして、はいはい、彼女がこの中心で、3人で、まあ、後に4人でやったこのアイドルグループがあって、あ、ベニーモタルト？そう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 。あれラグンブルーって言うんですね。そうなんす。あはー、なるほど、知らなかった。
めっちゃライブ行ってました、自分、ラグーンブルーのファンで。そうなんですね。面白いですよね、棚原里穂さんのラジ可オ愛いも。し、面白いし。さて、じゃあ、ネタミーさん、そうですね。キナマイコちゃんですね。マイコーもいたね、ということで。高坊さん知ってるじゃないですか。ではどうぞ、ではどうぞじゃないですよ。何の時間なんですか、これ、アカペラで歌ったとて。はい。ということで、じゃあ一回コーナーの方に移りたいと思います。続いては、このコーナーです。沖縄大好きの今日の大好き。はい。このコーナーでは、私、沖縄大好きが紹介したいキャラクターや作品などを楽しく熱く紹介するコーナーとなっております。今回ご紹介するのは、この方です。佐藤博光さんでございます。はい。ということで、このお名前聞いてる方も、ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。NHK お母さんと一緒で10代目体操のお兄さんを務めた佐藤博道お兄さんでございます。僭越ながらちょっと私沖縄大好きの方で、簡単にご紹介したいと思います。1968年のですね、そして日付変わって日曜日、今日ですね、7月14日ということで56歳のお誕生日を迎えました。おめでとうございます、博道お兄さん。おめでとうございます。56歳になるんですね。それこそですね、今ちょっと活動期間もちょっと一緒にご紹介するんですが、活動期間が1993年から2004年まで、およそですね、12年間、体操お兄さんを務めてまいりました。最初の3年間はですね、体操のコーナーでは、ゾウさんのあくびという体操を担当されておりましたが、そして後に、皆さんご存知、あ、い、う、っていうですね、この体操をですね、ひろみちお兄さんが9年間担当されておりました。それから、体操お兄さんの卒業後はですね、ランドセルの CM、天使の羽はもちろん、テレビアニメ、古代王者、恐竜キング、リーキッズアドベンチャー、翼竜伝説ってこの恐竜のアニメーションがありまして、その主題歌も担当されておりました。ひろみちお兄さんのですね、ちょっと簡単な経歴もご紹介していきますと、2019年に、大垣女子短期大学の客員教授に就任されまして、2022年の4月には、名城大学薬学部特任教授に就任されております。そしてもう皆さんもニュースでご存知になった方いらっしゃると思いますが、2024年6月13日、脊髄梗塞による今下半身麻痺のため、現在も活動を一時休止しておりまして、療養に専念するということがですね、明らかになっておりました。ということなんですが、そうですね、僕も小さい頃、お母さんと一緒で、僕の世代は、早見健太郎兄さんと、重森あゆみお姉さん、なので団子三兄弟で有名な二人なんですが、で、その同時期に、佐藤博道お兄さんも見て僕も育ったわけなんですが、あかりんさんはお母さんと一緒で、見てた世代、お兄さんお姉さんって覚えてますか？私もひろみちお兄さんだった気がします。ああ、じゃあ一緒ぐらいですはかい、ね。同じぐらいですね。結構もうテレビでも、卒業されてからもテレビでいろんなところでも、ひろみちお兄さんよく見てたんですけど、やっぱりみんなからは、やっぱりひろみちお兄さんの、やっぱり愛称でずっと親しまれてますね。すごいですよで、ね。なので今回のちょっとニュースで、その、脊髄梗塞っていうその病気で、ちょっと今下半身がちょっと麻痺されている状態っていうのを聞いたときはちょっと驚きを、本当に隠せなかったんですけど、でも今、ひろみちお兄さん自身も、リハビリに向けてですね、どこまで回復するかわからないけど、リハビリで、向けて頑張るということで、コメントも発表されてましたので、本当に、小さい頃、ひろみちお兄さん見て育った世代の一人としても、本当にひろみちお兄さんが元気で、過ごせるように、回復できるように、祈っております。はい、で、もうはい。残りが1分半ぐらいとなりました。あ、わかりました。それでは、本日の沖縄大好きの今日の大好きは、佐藤博道お兄さんをご紹介いたしました。それでは、エンディングですね。ご紹介したいと思います。エンディングでは、お母さんと一緒のですね、エンディングって、楽曲ですね。
明日は晴れるという楽曲をご紹介しております。さあ、ということでコメントも追加で来てますね。ちょっと拾えるとこも行きましょうか。高坊さん、テレビで見ましたよ。現状のリハビリに向けて取り組んでいるところを。武蔵さん、沖縄大好きさん、ミキサーのあかりんさん、リスナーの皆さん、こんばんは。しゅい、ラジオ収録に、リモート生配信お疲れ様です。高坊さん、ありがとうございます。私は紅芋と一緒です。お母さんと一緒と紅芋と一緒かけたんですか、高坊さん。合体しちゃいましたね。はい、ありがとうございます。さ、ということでお時間も迫ってきてますので、ここで終了したいと思います。最後まで聞いてくださり皆さんありがとうございました。この後も FM ギノアの番組をお楽しみください。お相手は私、沖縄大好きとミキサーのあかりでした。ありがとうございました。